はい、皆さんこんにちは、山田ボスオです。今日はなんと突然、今小樽にいます。どうもありがとうございます。急に誘ってくれたのはあちらにいますみつるさんです。ありがとうございます。ということで今日はボスとみつるの2人でいろいろしていきたいと思います。まずはね、小樽住吉神社にやってまいりました。蝦夷みくじだっけっていうのがあって、それをもらうためにやってまいりました。こんな立派な神社でした。行ってみます。たびたび TV チャンネル。さあ、背丈石です。何センチ。さあ、靴を脱いで測り直します。うん、168、9ぐらい。まあ神社にはこういう作法がありますけど、いいんです。作法も大事だけど、やっぱり心でしょう。今日はコロナが早く収束することをお願いしております。入り口は向こうです。それでは今御朱印もらってきました。これ、はい、住吉神社です。今書いてもらえないの、コロナだから。だからもらう感じです。おっと、手に入れました。これが蝦夷みくじ。これを7個だっけ、あれ何個だった、集めればいいんですね。今ね、集めてます。そしておみくじを引いたので、さあ運勢がどうだ。小吉。小吉です。いつもこんなものよ。編集中の山田ボスオです。さっきのシーンをスローモーションで撮ってたら、解除するの忘れて、一番大事なウニのシーンがスローモーションのままです。でもさ、スローモーションだから見えるこのうまさ、あ、うまそう。いや、幸せだったな。すごいな、この頬を震わせながら。あ、みつるさんも嬉しそうで写真撮っております。ウニ丼ね、編集が遅れてもう食べる時期ちょっとずれそうだけど、ぜひともね、シャコタンを含めたいろいろなところでウニ丼食べてほしいなというふうに思います。それにしても幸せだったな。また行かないと。ほら、みつるの顔嬉しそう。っていう感じのスローモーション映像でした。今までの画角がおかしかったもん。うまいですか。そりゃそうだよね。食っちゃった。食っちゃった。あ、なくなった。さあ、ということで、私たちは今、シャコタンに来ております。シャコタンのね、ウニ丼食べてきた。うまかった。どんなウニ丼だったかはこちら。そうそう、こんな感じ。いやー、もうね、もう一杯食いたかった。
どうしよう、隣の店も行くべきか考えちゃうけど、それはさすがにやめといて、風呂だね、次はね。風呂に行きたいと思います。あ、今日はこちら運転手のみつるさんです。ありがとうございます。誘ってくれたの、運転もしてくれんの、ビール飲んでも怒られないの、最高の先輩でしょ。俺が鬼ドンキだ。ということで、幸せな月曜日日中、意外と空いてるかなと思ったら、やっぱりね10分余ったかな。でも有名な店なんでね、皆さんぜひ三崎、今日は三崎ね行ったんで、皆さんもぜひ遊びに来てください。さあ、ということで、あそこです、お食事処、シャコタンのサッチって書いてるのかな、シャコタンのサッチ三崎です。目の前はこの港というか、これウニ取るやつだよになっています。激綺麗だよ、下がすごい綺麗です。お、本当見える、これは反射してるから見えないけど、いやすごいよ、ウニいるよ。このウニたちを食べました、ありがとうございます。海の幸、お、最高の天気の中、ウニ丼を食べてドライブ継続中です。イエーイ。と言っても運転時間5分ぐらいで、次は温泉に行きます。さあ、ということで、次は三崎の湯シャコタンにやってまいりました。もうウニ丼食って風呂入って天国か、ここは。まあ、ただどこに行くでも今はねマスクしなきゃ入れなかったりするんで、皆さん気をつけてください。さっきのね三崎もマスクしないと店内に入れてもらえないんで、まずねその辺気をつけてください。いやー、最高だった。もうみつるさんも大騒ぎです、気持ちよくて。この青空っていうのがすごい気持ちいい。曇りだった、最高ですって。俺たちばっかり映してもあれか。ちなみにあのお風呂からは向こうが見えるの、露天からでね、夕日が見えるらしい。今度その時間に来るべきだね、ぜひおすすめです。最高の天気です。こっちはカムイ岬です。来ました、広い駐車場です。結構車もいます、素晴らしい。そしてこれがカムイ番屋です。あ、ソフトクリーム売店でよかった、あったね。そしてこれシャコタンブルーソフトクリーム、何味、シャコタンの味が楽しめる、ゆるゆるソフトブルーソフト、あっさりミントだ。ミントか、俺はいい、俺はそれにしよう。みつるは普通で、俺バニラな、俺ミントあんまり好きだよ。ウニ丼です。さあ、たくさん物も売ってますよ、皆さんぜひ遊びに来てあげてください。そっちはバニラです。白い雲を表現、白い雲を表現した白いソフトクリームこっちは青空バニラ味にミントがついてる感じどうなのすごい不思議好きなの、俺は好き、ミント好きなんで。青いソフトクリームです、380円です。いやいいね。え、どこ行きません俺、いや克服するために、あのさ、あのカメラ見ると、みんなあそこまでは行けんだ、俺はあそこまで、あそこがさらにこう、あそこの先はねちょっと高所恐怖症の人は行けないです。もう二度と行かないと心に誓ったお前って、いや怖いよぜひ高所恐怖症じゃない人遊びに行ってください、今度。さあ、ということで、カムイ岬といえばみんなあそこにね、風強いんだけどあそこにみんな行くんですよ、見に先端まで。しかし私たちは行きません。できれば次は寝たい。日陰でお昼寝だね。なんてことがあったらいいなと思ってます。お。
はい、皆さんこんにちは、山田ボソです。今日はね、余市にありますファミリー寿司ガーデンハウスに来てます。あのランチで有名なの知ってる？さあ、それでは今日はね、目的地はね、シャコタンだったんだけど、シャコタンに行ってカムイ岬も行ってね、ソフトクリーム食べて、そしてこちら余市のね、まあ食べてばっかりになりますけども、ファミリー寿司ガーデンハウスさんに来ました。いいかったな、いい旅だった。やっぱね、旅も大事よね。もうちょっとね、コロナが収まったらこれから、いろいろなところに飛んでいきたいなというふうに思ったりもしておりますので、よろしくお願いします。食べ旅 DB、 食べるも旅も両方とも、今後もアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日の動画はこれでおしまい。また次の旅で会いましょう。さようなら。